お気に入りのリバティの歯切れとこちらのタグ縫い合わせてプレートにします。こんにちは、うさんこです。こちらのオンラインワークショップをお願いしてみました。小さなお気に入りの布、アクセサリーになるといいなと思ったんです。アクセサリー作ったんですけど、これも作ってみました。ミシンで布にタグを縫い付けます。それをレジンで加工してプレートにしたんです。このプレートに穴を開けてポーチとかにつけたら可愛いかなと思っています。こちら以外にもたくさん作りました。こちらはピアス、巻き腹もちょっと固めてみたりもしました。いろいろできちゃいます。材料はこんな感じでレターパックで届きます。中身はこんな感じ。レジンは別にお願いしました。こちらは基本料金に入っています。出来上がり見本もちゃんとついています。材料も1回分どころじゃなくって割と選べる感じでガサッと入っているのにびっくりです。おしゃれな素材がいっぱいでワクワクしちゃいます。こちらは家にあったもので、私は持っていたんですけど、レジンだけはなかったんです。レジンを始める基本の道具を持っていない場合は、このレジン液みたいに一緒に届けてもらうこともできます。動画を見ながら、その説明に従って作っていくのです。ビデオ通話で直接教えてもらうこともできますが、全然そんな教えてもらわなくても、動画を見ただけで、割と簡単にできちゃうことにびっくりしました。すごい分かりやすい動画なんです。気になることもあったのでメールをしました。すぐにお返事が来て、あっという間に問題も解決しちゃいます。おしゃれな材料がたくさん届くのもとっても魅力的です。布好きさんにはこのレジン講座おすすめです。お家にいる時間が長い今、私も新しいこと始めてみました。とっても楽しい時間が過ごせてよかったです。これからは時々レジンも楽しもうと思います。